皆さんこんにちは。スピリチュアルカウンセラーの片山田塚です。以前の動画で私の能力についてお話をさせていただいた内容でね、人の体の中が見えます。人の臓器、血液、骨、神経、そういうものが見えますということを、スピリチュアル的にね、そういう話をさせていただいたんですね。これは動物に対しても私は見ることができるんですね。そんなお話を動画の方で上げさせていただきましたら、ものすごい多くの方から、私の体は一体どうなってますかとか、最近こういうふうに体調が悪いです、そのようなご相談がさらに増えているんですね。そしてまた、以前2023年、うさぎ年、今年は何か気が乱れて体調不良を起こす人も多くいますというふうにお話をさせていただいて、本当に多くの方から、やっぱりそうでしたか、今体調不良ですとメッセージやスピリチュアルカウンセリングの相談内容があるんですね。で、今日はどんなお話をしようかなと思った時に、体調を崩されている方が多くいらっしゃるので、私が今この動画の中で少しでも何かね、スピリチュアル的にですよ、スピリチュアル的に気持ちが楽になったり、体が楽になったり、何かね、その痛みが軽くなっているような気がしたり、本当に体のことを触るときに、私は言葉一つ一つしっかり選んでお話をしなければいけないなと、毎回ここは注意してお話をさせていただきます。私は医者ではないので、本当に霊能者ユタの力を使いまして、皆様の心と体が楽になればいいなということを施していきたいなと思います。なので、病気がこれで治りますかとか、回復しますか、完治しますか、そういうふうには決して思わないでください。ただ本当に不思議なことが起こる方も多数いらっしゃるんですね。なので、力になったらいいなと思いながら、私が皆様の心や体のヒーリングを今日はしていきたいなと思います。そして、以前不動明様とか愛禅明様、龍神様、その真言を唱えながら皆様の開運につなげるようにという動画をね、アップさせていただいたんですが、この動画もかなり反響がありまして、たっさん、あの真言の動画は毎日聞いてますと、聞いてると元気になったり、何か体が楽になったり、気持ちがはつらつと前向きになったりとかするんです、私の日課になってますと、そういうふうにおっしゃる方がたくさんいらっしゃるんですね。今日はどんな神仏のお力をお借りして私が唱えていこうと思うかというと、私のもちろんスピリチュアルの霊能力も使いながら、皆様の体の中に入ったり、皆様の細胞を触ったり、そんなことをスピリチュアル的にさせていただくんですが、今日はですね、皆様ご存知でしょうか、薬師如来様という神様がいらっしゃるんですね。この神様は、もちろん神様は全ての神様が愛にあふれていらっしゃいます。そしてもちろん強いお力をお持ちです。さらに神様にはそれぞれの特徴があって、得意分野というものがあるんですね。この薬師如来様というのは、体を元気にさせてくださったり、体調不良を改善させるような、そんなお力があると言われている神様なんです。その神様の信号を唱えながら、その神様とつながらせていただきながら、皆様に今日お届けしたいなと思います。この動画を見ていたら元気になったらいいなと思う方は、ぜひ毎日お聞きください。どんなご病気があろうと、もちろん体調不良であれば、まず病院には行かれてくださいね。お医者様の診断をしっかり受けてください。もしよかったらお聞きください。毎日お聞きいただけたら力になるかと思います。それではまずですね、私がいつも神仏とつながるときに唱えさせていただく言葉がありますので、それを唱えてからいきましょう。まずこれは聞いててください。
では唱え終わりましたので、これから始めていくんですが、まず初めに流れがあるんですね。今日は初めから信号を唱えていくことではなく、皆様の何かここが気になるなという臓器ですとか患部、そこに意識を持っていってください。意識を持っていくというのは、もし今日肘がね痛いとしましょう。そしたらここの肘の痛みがねどうか取れたらいいなと、そんな思いでいてください。そして私が今からこのいつもね鳴らしているシンギングボールというものがあるんですが、これね、このシンギングボールを鳴らしていきます。そして皆様が何か気になる場所、今日頭痛がするなとかね、今日は胃がキリキリするなとか、皆様何かいろいろな体調がありますでしょ。そこを本当に何度も言います、医者ではないのでスピリチュアル的にこれから施していきます。まずは皆様が気になっている場所を意識しててください。そしてまずその気になっている場所にこのシンギングボールの音を響かせるイメージをしててください。もしね、さっき例えばってここの肘が痛いとしましょう。そしたら私がこのようにシンギングボールの音を鳴らしますので、ここに音を吸収させるように、何か響かせるようなイメージで、どうかどうか痛みが取れたらいいなと、取ってくださいと思いながら、この聞こえてくる音をここに意識を集中させるんです。難しくないです。やってみましょうか。それを皆様の気になってる箇所に、この音を、本当に人の意識ってとても不思議なので、今は普通に聞いたら全体的にこの音が聞こえてくるんですね。でも頭の方で聞こうとか、ここの肘で聞こうとか、音を響かせようと思うと本当にそのような感覚になってくるので、一番初めなんか難しいなと思うのであれば、何度もやってみてください。本当にここで響いているような感覚になりますから、何か頭の方で聞こえてくるような感じがするなとか、目の方で何かガン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 聞こえてくるようなと、そんな感じがしてくると思います。まずは皆様のその不都合になっている場所、体調不良そう思っている場所、あと自分の体調の底の部分は弱い場所ですと、今痛みとか何も体調不良ではないけど私の弱い臓器ですとか、いいです、そういうところでもいいです。特にじゃあ何もないとしましょう。そしたら体全体に何か響かせて、体元気になってね、元気になってねと、そんな気持ちでこの音を聞いててください。では行きましょうか。難しく考えず、まず第1回目、そして2回目と、あ、こういう感じかと、何度も何度もこれをね、この動画は本当にこれからもう永久保存版というぐらい、皆様のこれからの人生において力にしてください。ものすごいパワフルですから、わかる方は本当にわかると思います。でも霊感がなかったとしても、何か最近いい感じがするなと気づくタイミングが来るかもしれません。どうか力にしてください。では行きましょう。まずは唱える前にこの音に意識を持ってってください。もしね、1回目私のね雰囲気とかこの動画を見てたいなと思う方はどうぞ見ててください。見ながら何かその音ってどんな感じなんだろうでもいいです。ただ実際にやってみたいなという方は目をつぶる方が意識がすごく集中されるので、もしよかったら、あ、もうちゃんとやろうと思う方は目をつぶってください。そして私がねお話ししているところは飛ばしていいですから。では行きましょう。
皆様にどうかこの音が届きますように、どうか力になりますように。気になっている場所にこの音を集中させてください。響かせてください。皆様の不具合を感じているところ、弱いところ、どうか力を貸してください。いらないものは抜きたまえ。どうか皆様が元気になりますよう、お力を。Thank you.
では次のステップに行きましょう。今は皆様が気になってたところの痛みですとか不具合、何か弱いところね、取ってくださいと、抜いてくださいと、そんな思いで私もこうやって取ってくださいと思いながら叩いていました。次に行いますのは、先ほどお伝えした薬師如来様をお呼びする真言をどん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 唱えていきます。どうかさっきはね、抜いてくださいと思っていたんですが、今度は神様、どうか力を貸してくださいと、そんな思いでいらしてください。その幹部がね、その弱いところがどうか元気になりますようにと思いながら聞いててください。ではお唱えしましょう。オンゴロゴロセンナリマトーギソワカ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 
導きをお力を、皆様に笑顔を、光を、オンコロコロセンダリマトーギーソーカ、オンコロコロセンダリマトーギーソーカ、オンコロコロセンダリマトーギーソーカ、皆様に笑顔を、オンコロコロセンダリマトーギーソーカ、オンコロコロセンダリマトーギーソーカ、どうか皆様を見守ってあげてください。薬師如来様、あなた様のお力を、見る者に光を、笑顔を、感謝を、未来は明るい。いかがでしたでしょうか。ずっとね、本当でしたらスピリチュアルカウンセリングでヒーリングをするときにはもっと長く行っていきます。ただ YouTube の場合の利点は何度も何度もご覧になれるというところです。この結構これ短い時間なんですね。ただ毎日お聞きいただくと何か本当にすっきりするような感覚になっていくと思います。まあそれぞれね、個人差もあると思いますし、医療行為ではないです。スピリチュアルの視点でいろいろな波動をね、整えたりとか、いろいろな気を送ったり、いろいろなそういうことをさせていただいております。この一度聞いた後、何かいい感じがするな、でももう一回聞いてみたいなと、自分の感覚でいいです。これを2回3回聞くごとに、あ、こうやって楽になるのかとか、何かご自身で何回聞くといいなと、何かその時の感じとかでも、あ、今日は1回で何かすっきりしたなとか、今日は3回5回、そのようにこの動画を使ってみてください。実際私のスピリチュアルカウンセリングでは、以前私の能力でね、体の中が見えますと、本当にね、実際見えたりとかするんですが、見えたところで何も施すことができなかったら、何かただ伝えるだけになってしまうので、私はスピリチュアルカウンセリングでは、あ、ここが弱い方だなと、スピリチュアルの視点でね、何か感じるものをお伝えした上で、ここがこういうふうに私には見えますと、そしてさらに今行ったようなヒーリングを行っていきます。そうすると本当に不思議なことが起きたりとかするんですね。でも何度もお伝えしたように、感知させるとか改善させるとか病気を治すとか、そういうことではないです。スピリチュアルの視点で私ができること、神仏の力を使わせていただきながら、私の能力を使わせていただきながら、スピリチュアルの視点でできることをさせていただきます。それは必ずご理解ください。でも何かね、最近やっぱり体調がおかしいな、優れないなとか、何かタスさんにはどう感じますかと、そんなお話をたくさんの方からご依頼をいただくので、今日は薬師如来様と共に私ができることさせていただきました。本当に健康が大事ですね。皆さん無理せず、そして何か体調が悪いなと思ったら、あ、タスさんに相談しようではなく、まず病院に行かれてください。病院怖いから行きませんとか、本当に後で本当にね、後悔をしないように、病院にまず行ってお医者様のお話を聞いてください。治療が必要であれば治療もしてください。その中で私ができること、見えること、お伝えしたり施すことができたらいいなと思います。それでは皆様、本当に健康第一、元気あって何かがね、挑戦できたりとかしますよね。でもずっとね、体調悪い方、
大変ですよね。私ができること、本当に私の視点でできることがあれば、この動画もよかったら力にしてください。体調のことをね、今日ヒーリングさせていただいたりとかしたんですが、病は気からと、よくそんな言葉を聞きますよね。心の状態が前向きであれば、体自体もすっきりするような、細胞が元気になっているような、そんな感じって実際にあったりとかするんですよ。なので、いつも感謝をしながら、この体に感謝しながら、今にこの時代、今こうやって生きていられることにも全てに感謝しながら、前向きな気持ちで向き合いながら、体がね、少しでも楽になったらいいなと思います。それではまた明日お会いしましょう。今日もありがとうございました。さよなら。